はい、えー、どうもお疲れ様です。8月16日金曜日朝6時の相場解説になります。えー、今日はね、新しいマーケットが急に起きました。ご覧のように冷やしでずっと見ていたのは、レンジといってね、限られたところで値動きを起こしていたんですけども、急にですね、このドル高の方に触れまして、その根拠ってのがね、多分これだと思うんですよ。米の小売売上高、この材料が 昨晩出まして、市場予想を随分上回ったんですよね。まあ、つまり、ドルにお金が集中してくる。まあ、そんなニュースになってきたんではないかなと思います。それによって、とてつもない金額での上昇が起きましたね。1円半ぐらい動いたわけですよ。で、今日は、そのマーケットが、どのようにリサイズされていくのかってことを見ながら、トレードできる方はトレードしてもらいたいんですけども、結構難易度高いと思います。まあ、金曜日ですしね。 ま、ですんで、ここまでで利益を取られた方は、その利益を使って今日挑戦するのはよろしいかと思いますけども、今週木曜日までで勝ち越せなかった方は、まあ、今日はね、やらない方がいいと思います。はい。じゃあ、4時間の方を見ていきますね。4時間の方なんですけども、ご覧のように、ずっとね、レンジで作っていたマーケットが大きく動きました。だからといって、ここでブレイクアウトで取れるかどうかって言ったら、やっぱりね、昨日は昨日で、材料が、 ありましたからね。結構多かったです、材料が。まあ、ですんで、20時とか21時半には、もうポジション外した状態であることが前提だと思います。これは、ファンダメンタルで取引をできるようになってきたら、まあ、機能みたいなのね、絶好の仮場にはなるんですけども、まあ、その技としてトリガーっていうのをたまに紹介することがあったんですが、トリガーに関しましてはね、えー、また別の機会にお話ししていこうと思います。まあ、そうですね、FX オリアリティも3年目になりますので、 トリガーについては、えー、毎月1回目の金曜日の米国雇用調整の時に練習していきましょうか。はい。で、1時間の方に移していきます。まだまだ上昇は続いてるみたいなんで、ご覧のように、バスーンと起きた上で、まだドル高の方に触れてますよね。まあ、上髭が出てますんで、止まりかけてるのかなって気はしないでもないんですけども、このまま150円台に移る可能性が出てきましたよ。 まあというところで、今日はまだマーケットが定まってません。まあ、強いて言えば、上に触れながらね、上昇気味に上がってきてるかなというところです。ただ今日はね、どこが底値になるのか、どこが高値になるのか、すら今のところつかめてませんので、上昇トレンド中なのかなっていうふうな気がするだけですね。トレードをされる方は、午前中はしっかりと様子を見て、午後から仕掛ける形になると思います。はい。というところでね、 今回の相場解説は以上にさせてもらいます。えー、FX オリガリの方は、後ほどまたお会いしましょう。それでは今週ね、お盆も重なったんで皆さんトレードする余裕はあまりなかったのかなって気はしますけども、ただトレードした方は、しっかりと利益を出されていたみたいですよ。はい。それではお疲れ様です。また後ほど。